豊里町にある豊里病院で、精神科の、作業療法士っていう職業をしてます。僕は近江八幡の介護老人保健施設ボーリズ老健センターっていうところで作業療法士として仕事をしています。僕はラッパーとしてマイク持って歌いて歌うと。僕はエンパワーメントレコードっていうレーベルを立ち上げまして、その時はプロデューサーっていう役割なんですけど、シンドスピリットと一緒にやってる時は DJ っていう役割。ユニット的にはシンドスピリットと DJ ミニオンっていう形でライブとか出させてもらってたりとか、公演させてもらってたりとかしてまして、きっかけは何年か前にやった文化祭ですね。母校が一緒なんで学校が一緒になんか文化祭で何かやってくれっていう話で、でもともと DJ やってたっていうのと、後輩がラッパーやってるやつがいるって話を聞いてたんで作業療法士で、音楽やってる人自体少ないですし、その中でもジャンルヒップホップっていうのもまずほぼいい日ぐらい、スポーツでちょっと事故ってしまって、でそこでお腹をこう大きくて膵臓断裂しちゃって2ヶ月半ぐらい入院してて、そこで人生がガラッと変わっちゃいました。僕にできることっていう曲の方やと、ほんまに作業療法士になってすぐ書いたぐらいの曲なんで、初心みたいななんかこういう気持ちで、病を持ってる人とか苦しんでる人と接するべきなんかなっていう感じはしますね。医療とか福祉とかにこう寄ってしまうと、なんかこう距離が、患者さんと医療福祉者みたいな、でも本来は違うかなと僕思ってて、やっぱベースは人と人なんで、その視点で書けた曲かなっていうのは思ってますし、それにちょっといろんな人が共感してくれはったりとか、いろんな意見をもらったりとかするんで、すごく僕の今までの音楽の中では一番人に伝わってる曲かなとは思います。はい、僕にできること、シンザスピリット聴いてください。決して関係に条件なんてない、対等な立場で接したい、だから先生じゃなくサンデーイン、スピーカー前口ずさんでみ、また晴れた空の下でも君の心は雨なのかな、じゃあ一緒に粒濡れになろう、悲しみを一つずつ分け合おう。決して知識や資格じゃ語れない、どんなことがあったって離れない、だから怒り悲しみ全てぶつけてみ、それでも僕は君のそばにいるから、大したことはできないけど、また公園まで散歩しような。世間じゃいわゆるレッテル貼る人らばかりで困ってる、知ってる家庭環境や不慮の事故で君の心がつたつたなことも、だから君を笑顔にさせる方法ばっかり考えてる僕はバカだろ、だから笑ってくれ。どうしようもない僕にも何かできることがあるかな、証拠にもないほどにそばにいることはダメなのかな、欠点じゃなく利点を常に探していたいから、体じゃなく差し伸べていたいから、恋にならない恋を聞き分けたい、どうにか思いを汲み取りたい、中じゃなく寛解、それ自体が僕にはさっぱりわかんない、幻覚や妄想があったら本当にその人はダメなのかな、そこに至るまでに何かあったんじゃないか、それを考える努力をしたい、共感なんて簡単じゃないが、共に歩みたい、共に感じたい、共に悩みたい、共に笑いたい、だから死ぬなんて言わないでくれ、窓際からテラス真っ赤な夕暮れ、
心の穴はピアスの穴のように塞がるよいずれどうしようもない僕にも何かできることがあるかな証拠にもないほどにそばにいることはダメなのかな欠点じゃなく利点を常に探していたいから体じゃなく心に手を差し伸べていたいからI'm not gonna lie